はい京都一番絞りのなべっきです本日は祇園にあります地盤線という今日洋菓子のお店をご紹介いたします。えー、こちら八坂神社ですね、ちょっと境内の方、歩いていきます。えー、こちらの方から地盤線祇園店さんの方に向かいます。まあせっかく行くのですから、八坂神社通っていこうかなと。 雨降る平日ですがこのように人がいっぱいおりました地盤泉さんの感謝祭10月23、24日に開催された限定スイーツ懐石を食べに参ります23、24、えー、雨の中こちらの八坂神社の方境内に参りました 八坂神社ちょっと私、久しぶりに来たんですけど、大きな工事やってまして、お,お正月、みこさん、アルバイト募集、御朱印とかございますね、まあやっぱり観光客ですね、人が多かったです、平日の昼間でしたが、雨でもこの八坂神社、人いっぱいでした、で、八坂神社境内、えー、右手に曲がりまして、こちらの赤い門をくぐりました。 ところに、十番線、ギョンテンさん、ございます。はい、境内、ええー、取り、くぐりまして、取り寄せに向けて。一番初めの角に、はい、ございました。こちらです。えー、今日洋菓子の、十番セルさん。本日、えー、本日違いますね。二十三、二十四に開催された。感謝祭です。 のポスターも貼っておりました。普段はこちらのメニュー、うん、見えません。すいません <laughs>、えー。そしたら店内の方に入っていきます。はいドン。エレベーター入りまして、えー、初っ端にこちらの方、えー、数々の洋菓子その他お土産物売っているコーナーございます。もうエレベーター えー、降りたらすぐにもう目の前がこのような販売店となっております。感謝祭でしたので2割引きでした、えー。こちらの方佐賀の道でしたっけねこれが有名なケーキスイーツとなっておりますさまざまなさまざまなケーキございましてもう,う全部食べたことないんで私分かんないんですけどとりあえず何食べても美味しいです。 感謝祭の際予約できましたのでお店の方予約しておりましたリ,リザーブ席メッセージカードございましたありがとうございますでちょっと半個室みたいなとこをご用意していただきましてこちらの方長めの方も祇園の、えー、界隈の眺めも素晴らしい眺めの個室でしたそれと、えー、左手の方ですが、まあ、一般の普通の、えー お店となっております。ちょうどお客さんがいないので、一通りちょっと撮影させていただきました。えー、こちら、外を見ながら、えー、ソロの席、テーブル席ございます。で、こちらの方で、えー、と作っておられますねあ。すごい素晴らしいパティシエさんですね。ありがとうございます。それでは、お品書きです。懐、えー、石料理と同じく8寸。 で紫いものケーキ梅シャーベットホワイトドームそしてお飲み物は5 2におかわりくださいとのことです飲み放題のドリンクですがコーヒー紅茶オレンジジュースグレープフルーツが飲み放題となっておりましたこちらの方から私オレンジジュースの方を選ばせていただきました本日限定スイーツを注文いたしましたが他に何があるのかちょっとメニューの方を見ていきましょう ディオンフォンデュ宇治抹茶を贅沢に使ったチョコレートソースに季節のフルーツやお団子パウンドケーキをチョコ抹茶チョコレートソースにつけてお召し上がりいただく人気メニューとなっておりますこちらテレビでも紹介されて多分一番人気だと思います次来た時こちら食べてみようかなと思います贅沢三昧セット竹取物語チョコレートケーキ ググロフの地盤線代表する3つの焼き菓子を一度に味わえる贅沢なセットとなっておりますお好みのお飲み物を1つ選んでいただけます1430円ですココンの調べバニラアイス抹茶アイスチョコレートケーキなど3種類の、えー、ケーキアイスが楽しめます、はい、こちらはギオンアイス えー、お池フロランタンにバニラアイスクリーム抹茶アイスフルーツを盛り合わせたものとなっておりますこちらギオン小町秋限定のスイーツドリンクですので、えー、限定メニューとなっておりますはい最後です祇園フルーツサンドこちらと、えー、あとフロートですねございました それではお待たせいたしましたこちらスイーツ解析のハッスンとなっておりますうんすごい綺麗ですねそしてオレンジジュースです本間もの、えー、果実を潰したオレンジジュースでした続きまして、えー、紫芋のケーキですこちらも綺麗にデザインされておりますねもう食べるのが惜しいぐらいでしたで続きましておかわりのドリンクですが、えー、ホットコーヒーいただきました えこちら、角砂糖も、えー、ちゃんとした角砂糖、あとミ,、えー、ミルクもございました。それと、えー、梅シャーベットですね、えー、もみじですかね、綺麗なもみじを添えて、梅シャーベット、お口直しのシャーベットとなっております。で、最後ですが、ホワイトドームでございまして、こちら、ちょっとすごくびっくりしました。 もう、小学生並みの感想、粉みかんですけど、ホワイトドーム、びっくりしました。それでは、見ていただきましょう。どうぞ。はい、こちら、ホワイトドームです。で、何かを上からかけました。えー、こちら、抹茶ソースですね。抹茶ソースを上にかけていただきまして、これで終わりかなと思いましたら、こちらのホワイトドーム、あ、崩れてきました。 何ですかね。で、中から、おっと、何か見えてきましたが、ちょっと、崩れ方が、雑な崩れ方で、まあ、ケーキが中に入っておりました。で、えー、こちらの方、ちょっとやっぱ雑ですね。で、アイスクリームやらスポンジケーキ、フルーツなどが中に入って、えー、抹茶ケーキ、あ、ちょっと、 お隣の方がすごく綺麗に溶けましたのでこちらの方見ていただきましょうかおすごいですまあこういうふうに綺麗に切れたらいいんですが、えー、こちら白いやつがホワイトチョコレートとなっておりましてあったかい抹茶ソースを上にかけたらこのように崩れました ぐ <laughs> ちゃぐちゃに崩れておりますちょっと中どんなんがあるか見ていきましょうちょっと解体いいです <laughs> えーっとこれアイスクリームですねそれとスポンジケーキ、えー、っとフルーツ、えー、白玉いちごとかもありました <laughs> ちょっとお前汚くなっちゃいましたけどまか、あ、たがありませんねこちらの方がメインディッシュのホワイトドームとなっております はい、こちらがスイーツすすべてです、えー、こちら10月23日、24日の両日、こちら、序盤戦さんの感謝祭のみで、えー、提供されていたスイーツ解析ですので、えー、他の日はございません。<laughs> で、こちら2500円、税別となっております。ちょっとやっぱお高いですが、うーん、すごく美味しかったですし、えー、と15時ぐらいにいたんですけど、お腹いっぱい。 なりましたもうで、ジュバンセンさんのこちらの、えー、祇園店以外にも、平安神宮の方神宮店の方にもスイーツカフェございます。で、さっきの抹茶フォンデュが、こちらの、えー、名物となっておりますので、また来て食べてみたいと思います。それと、えー、こちら、3000円1日、ワンドリンク定期券、最近、流行りの、なんか、え、なんか、定額制ですか。 そういうういいいのもありました、はい、ありりままししたたはがとござおっさんがこんなスイーツ食べていいのかなと思いましたけど、まあ、限定でしたのですごい良、えー、かったです、美味しかったです、まあ、小学生並みの感想しか言えませんけど、えー、美味しかったですで、また先ほどの抹茶フォンデュですか、ちょっとまた食べに来て、またこちらの方動画アップしたいと思います。 それではこの動画が良いと思いましたらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。京都一番搾りの鍋っ切りでした。ありがとうございました。